倉庫そ,そこそこラジオ。どうも関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオ。今回のテーマは音楽談義のそこがです。まあそこが楽しいというかね。僕このそこそこラジオで自分の音楽編歴とかを話しているうちに、なんかこう音楽について雑談たわいもないことで。 あーでもないこうでもないって言いたいななんて思ったりしましてねまあそんな映画のワンシーンなんかも思い出してあのハイフィデリティっていう映画2000年の映画ですかねアメリカの映画ですけども中古レコード店が舞台で店員とお客さんやったかなあのジャック・ブラックがこうアルバムの1曲目の印象残ってるというか一番いいアルバム の曲はなんだみたいなその言い合うようなシーンがあってザ・クラッシュのファーストアルバムの1曲目ジェニー・ジョーンズだなんていうような会話をねしてるシーンを覚えててうろ覚えなんですけどもあのなんかそういうやっぱファーストアルバムの1曲目ってマジで重要やなって思うわけですよねまあその一番最初に聴かれることが多い わけですしねまあシングルで先に出てきたとしてもそのアルバムの期待してアルバムの1曲目でやられるっていうのがやっぱ音楽のその醍醐味聴き方だったりする昔のね今はもうサブスクとかでアルバムの順番とかも関係なく聴くんかもしれないんですけどやっぱあのギリギリレコードを知ってる世代のでレコードの針をね落としてしばらく待って。 って鳴り出すやっぱあの音のドキドキっていうんですかねこう真剣にこう向き合って聴くっていうかそういう聴き方を今はあんましないのかなとか思ったりとかねでまあそういう話とかあとよくありがちな生涯で一番聴いたアルバムは何やとかね僕の場合多分「ザブルーハーツのファーストアルバム「ザブルーハーツになると思うんですけれども。 はい、スタンダードもよう聞いたけどもやっぱザブルーハーツ思春期ずっと聞いてたしなとかねあとまあなんか無人島に持っていくならって無人島に持っていくっていうねテーマ自体が、まあ、おかしな話ですけどね無人島で <laughs> どうやってかけるねんどうやって聞くねんっていう話もありますけどあと缶おけに入れてほしい1枚とかねそんな話あるじゃないですかああいうのって飲みや、まあ、バーとかでこう いやや俺はこれやなととかいやちょっと待ってよそのアルバムでよりあっちの方がとか言ってる時間ってめっちゃまああの実にこう身にはならないかもしれないけども楽しい時間だなって僕は思いましてね久々にこう音楽談義に仲間と話を咲かせてみたいななんて思ったんですけどそういうのがしたかったらクラブハウスを生重要ような話なんですかねやったことないんで全くわかんないんですけど。 多分そういうのが盛り上がるのがクラブハウスとかなんでしょうけどねまあそのそうやなそういうバーをやりたいっていうのもあるかもしれないな自分が今までこう買い集めてきたロック T シャツとかグッズとかそういうのを展示してポスターとかを貼りまくってでもう来るお客さんと「ああでもねこうでもねじゃあちょっと聞いてみようぜその1曲目久々に」とかっていうのを。 やりたいなとかねそんなこと昔から思ってたりも実はするんですけれども、うん、いつかそんな気の合う音楽談義をできる仲間が集まるようなたまり場なんかたまり場ってですよねなんかねそういう大人のたまり場なんちゅうのを作りたいなあなんて思ったりしている私壮行でしたなんて自分のちょっと有名的な話とか まあでもクラブハウスを聖地話なんですかねわかんないですけどはい皆さんは酒飲みながらとかバーとか居酒屋でそんな音楽談義をしたことはあるでしょうかなかなか楽しいもんっすよね宗公でしたさよならバイバイ